で足の次、コンタクトの話をね、します。足です。まあ、歩きだけど、でも、足の踏み替えのとこ時とかでも使えるし、まあ、ここでは動画を撮らなかったけど、基本的には歩き、かかとで着地、指がちょっと上がって、まあ、ウォークサイクルはしないけど、ここね、かかとでついて、まあ、これフレームが30フレームで結構ゆっくりな歩きやから、パッとは下がらないけど、ほぼ2フレームぐらいで、クシュッてこうなるよね。コリーよね、この表現ね。クシュッて。で、体重が乗って、で、かかとが上がってくる。で、絶対にここは動かないよね。これ結構動かしちゃう人が 3D の場合多いんだけど、基本的には、ここはもう動かない、ほぼほぼね。当たり前なんだけど、この当たり前が意外と 3D になるとできてない人が多い。ロールがここまで来て、まあこれは靴とか足の形にもよるけど、このロールの感じはね、ロールが引き切って、で離れる瞬間。まあ、コンタクトフレームの最後。この辺は歩くスピードによって、このフレームをどれぐらい入れるか、このロールがあって、まあかなり俺はゆっくり歩いてるので、ゆっくり歩いた感じなので、これぐらい、これぐらいだとこっちの方がわかりやすいから。で、ちょっと分析してみようかな。ギューってついて、ロールがあって、コンタクトかな。ここがまあ離れついてるけどね、フレームにそのどこ30秒でどこを切り取るかやから、これで離れてる。これを覚えておいてください、この基本。あと、で、で、ポンと抜ける感じです。この走りもちょっと取ってみました、テストでね。どうなってるんだろう。走りもかかとで。まあ、いろんな走法があるから、実際多少変わる場合はあるけど、でも基本的にはかかとでついて、ペタッとつく。ビューッとして、またロールで上がってきて、ここで、まあ、これはほぼほぼコンタクトだね。離れてるからね。で、かね。で、重要なのは、やっぱりこのコンタクトフレームを必ず入れるというところ。これが入ってると入ってないので、蹴ってる印象が全然変わってくる。これしかない。足しかない。走りはこう飛んでる、空中にいる間から、ね、飛んでる間。まあジョギングな感じだけど、まあ、これも。作らないけど、知識として今言いました。で、パーンと。こういう印象だよね。かかとがついて、パチッ。コンタクトね。コンタクト。コンタクトフレーム。で、パシン。そうすると、衝撃が強く感じる。はい。こんな感じです。まあ、その、リファレンスを実際見て何が重要なのか、どういうことを考えて、どういう仕組みになっているのかを今知っておくだけで、実際アニメーション自分のに落とし込んだときに、ああ、こういう感じかっていう迷いが出たとき、このポーズおかしくないかどうかなってなったときに、あ、そういえば、そうやって言ってたな、みたいなところで、知識があると、そこがルールの部分で間違わない。体の動きっていうのは基本的には皆さん一緒のように動くと思うので、はい。なんとなく覚えていただけたらなと思います。